はい、ここはどこでしょうか。そうなんです、バンコクなんです。つい先日西回りの世界一周完了して、今からここからバンコクから東回り世界一周スタートの前に、東南アジア最後の国であるミャンマーまでヒッチハイクしていこう。でバンコクの北側にスコータイっていう町があって、そこのスコータイからミャンマーのヤンゴンまで、この道のりが結構ハードらしい。道のりを一応ヒッチハイクで撮ってみよう。それでは早速スコータイにルーラーで飛んでいこう。ルーラートゥイントゥイントゥイントーン。はい、やってきたのは、そうなんです、スコータイ、スコータイ世界遺産の街。じゃあ今からここからミャンマー目指してヒッチハイクスタート。このサインに書いてあるのはタークっていう次の町と、メーソートっていうミャンマーとの国境の町。ただこれは本当に合ってるのかどうかがわからないから、その辺のおっちゃんに、あれ止まった、もしかして、もしかして止まった、もしかして やっぱこれタークとメーソートって書いてあるのかな。これマジでいけるんだな。サディカー、違った、あの時あれ、この辺で今呼んどったような、タークあれ、あそこか、これ今今全員一緒な顔に見えるから、わからない、あのスイカ屋さん、スイカ屋さん、この人じゃない、違うあれ、はいはい、タークタークメソ、あー、オッケーオッケー、マイ、うんうん、オッケー、やっぱりこの人、オッケー、いやータオライタオライタオライ、あの、はい、もうスイカさん乗ってくれるの絶対違うと思った。オッケー、お、重たいこれスイカ大丈夫かな、オレーヤーコップカーよし、お、バグオンや、話してみて。お、オッケー。あれな。セプティベオシア。セプティベオシア。あ、オッケー、オッケー。あ、シートベルト、壊れとんやん。ゴトゥメソート。メソート。あ、オッケー。私もメソートに行きたい。ゴトゥメソート。うん、メソート。ほら。うん、メソート。わあ。カップンガール、私は日本人、私は、Where do you come from? Japan! Japan! Yes, Japan! Nice meet you! Speak English, written, it! 私もに英語を喋れません。おー、ちゃんまいさん、まこさん、来た、オッケーオッケー、グーグル、グーグルですね。シートベルト壊れてても大丈夫かな、シートベルト壊れていても警察に捕まらないか。セーフティベルトチャムロット、セーフティベルトチャムロット、カップ、安全ベルが破損しています、カップ、テカミア、オーケー、アニアミー、アニアミー、カップ、カップ、カップっていうのはイエスってことだね。スピードリミット、あ、リミット、リミット6キロメートル、制限速度は60キロ、タイヤ燃料、ボッ、ジェトン、
บัสถ้าถึงแม่สอดแม่สอดแม่สอดถ้าไปแม่สอดเดี๋ยวต้องมัด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 สตรีทโอเคดีเด็ดทาวัดさんにメソッドまで故郷の町までこすってもらえることがまた今日中にミャンマー入れそうだねということで行こう。うわー絶景のカフェいいね。あこの東南アジアの荒々しい山々を眺めながらこの荒々しいカフェを飲むっていう最高のシチュエーション、それじゃあ楽しんでいこう。もうちょっとね、あとどんぐらいかな、40キロぐらいって言ってたから、この車のスピードだと3、40分ぐらいかなで到着。ポップンカーあ、オッケーオッケーオッケージャパンジャパンオートスタート。すごいね。すごいね。グラグラしとるよ。大丈夫？ノーグッド。まあこれ外れたらスイカ全部転がってってやばいことになるよ。いうことね。後ろ外れた。これどうなるの？スイカばらまくってことか。本当。英語がね。英語は世界共通語じゃないからね。こういう時は日本語とパッションよ。で、それじゃあチャーシュー巻いてからもう一っ走りやな。このドライバーさんとも仲良くなれたし。楽しい日体験になったこれ。それじゃああと一つ橋行こう。おお国境ついた。ミャンマー国境やで、あれ上手ですよね。ついおおわあ厄介しよった。トップカープキャポンあーセンキューユーテグッドラックテイケーバイバイバイ。めちゃくちゃいい人、めちゃくちゃいい人で、その国境の町まで行くって言ってたけど、一応南側のマーケットに今からスイカを渡しに行くっていう話で、それなのにこの西側の結構行ったところ8キロぐらい離れたところまで車で送ってくれた。今からは国境を越えるのと、あとお金ね、コインが両替できない、大体の国は紙幣は交換できるけど貨幣ね、コインは両替できないから、今この辺の売店でコイン全部使ってこう、多分一食分はあるから。えトイレ到着やな。はい、ここはどこだというとミャンマーとタイの国境、向こう側がタイでこっち側行くとミャンマーあーテンション高いね、ミャンマーの人で、多分この川の中心がミャンマーとタイの国境やと思うけど、もう過ぎたかな。まあいい、ここ国境として 3-2-1 ミャンマーイエーイということで、第一ミャンマー人とハイタイチをして今からイミグレやね。ちょっとビデオあんまり回すとまた別室送りになるから、この辺で。あーめっちゃ見とる何見とんの。ということでミャンマーやってきて、国境ね、向こうから10分ぐらいかな、ここから歩いてきて、イミグレから見えない位置まで来てビデオ回すとね、国境付近でビデオ回してて何回も痛い目に見たからこういう風に離れてきて、で今からここね、アジアハイウェイ1号線ずっと行くとヤンゴン行けるから、それじゃあヒッチハイクスタート。ナショナリティ、ジャパン。え、パスポート。パスポート見せろ。なんでや。
はい、ジャパン。ヤンゴン。ゴールデンロック。ゴールデンヤンゴンね。トゥデイ。トゥデイゴールデンヤンゴン。ラングン。ラングン。ラングン。ゴールデンヤンゴン。ゴールデンロック。サンガイヤンランド。ダメ。この人ら。サンガイヤンランド。ナラー、サチョウヤン、ユーサチョウヤン。チャイト。チャイティーヨーパウダー。あ、これ。あ、あ、ちょっと待って。あ、バッグ、ノーマネーよ。ノーマネー。ノーマネー。ノーフリー。オーケー、あ、センキュー。センキュー。センキュー。バ、バゴダバゴダやったっけ。はい、ミャンマー1本目、こう、ここれ、ここれ、ヤンゴン、カワヤック、コクレイ、コクレイ、コクレイ抜けて、なんか知らんけど、コクレイなんだけど。なんか知らないけど、ヤンゴン行きの車を探してくれとるね。このトラックの人たち乗せてくれって頼んでくれるみたい。すごいと思うね。すごい展開や。ちょ途中にゴールデンロックっていう絶景スポットがあるんだけど、まあ、そこヤンゴン行ってからバスで行こうかな。バスパッカーとして。おお、まっすげえ、これ超級トラック行けるなこれ。ということでまだ交渉したら入れます。Jango. Jango. 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 Jango.Thank you. Thank you. まだまだミャンマー語全然覚えてないから、Thank you すら言えっていうか、情けねえ。バゴだ。ダメでも。ということで、まあ、トラック乗れるようになったら、もう一回回そう。さっきのトラックターミナルがあるかな。ここね。国境からすぐのところ、車で、どのくらいかな、20分ぐらい走ったところに、こういうトラックのカスタマーがあるよね、この国境の検査みたいなのがあって、そこのイミグレ職員さんと、さっき乗せてくれた方が、友達、知り合いらしくて、そのイミグレ職員の人が、ヤンゴンに行く車やね、車とかバスとかトラック、全員に乗せてやってくれよって声かけてって、今、やっと5時15分の段階で、ヤンゴン行きのバス。ビップバスをヒッチハイクしたんじゃなくて、ヒッチハイクしてもらった、この辺、このガチガチにルールに縛られてない国って、本当によくある、こういう長距離バスが乗せてくれたりとか、そういうことがたびたびあるんだけど、めちゃくちゃ快適にこれもヤンゴン行くね。ということで、まさか1日で、予定あと3日間見てたんだけど、まさか1日でヤンゴンまで行ってしまうというミラクル。ただヤンゴン着いた時点で結構夜になってると思って、真っ暗の状態、まあ、その状態で、どうするかな、バスターミナルで泊まれたら泊まるし、せっかく長距離バスだから、で、長距離バス乗って、もしもバスターミナルで寝れそうとない、そういう田舎のバスターミナルで泊まった場合は、どうしようかな、まあ、流れを見てやね、今すげえヒッチハイクの流れ来てるから、これは用心しながら突き進むべし。ということで、次でヤンゴン。ボーダーからヒッチハイクして、だから11時間かけて、今、もう早朝の5時、早朝の5時でヤンゴン市内のホテルに入れて、やっと入れた。で、途中、アルゼンチン出身の女の子と会って、その子と一緒にこのヤンゴン市内まで来て、一応、ベースキャンプは、ヤンゴンの、北にあるバスターミナルに置いて、次再開するじゃん、そっからだね。まさか夜行バスをヒッチハイクすることになるとは思ってなかったね。
でもこれ夜行バスじゃなかったらめちゃくちゃきつかったかもしれんけど、うん、ということで、ヤンゴンどうしようかな、2日間ぐらい遊んで次は北へ目指そう。で一応本当はヤンゴンか LA までフライトしようかなと思っとったけど、ちょっとミャンマーが予想以上にここまでの道のりで予想以上に面白かったから、このままミャンマー一周やね、ミャンマー一周、もしくは、やれるところまでやって30日間しかミャンマーって今ビザノービザで入れないから、まあ、30日間もしくはやれるところまでやって次の LA まで飛ぼう。それじゃもう寝よう。